こんにちは、アンナスです。今日は質問が届いたので答えます。サテンステッチやロング&ショートステッチの上にフレンチノットステッチをすると、糸と糸の間に、フレンチノットステッチが埋もれてしまう時があります。何かいい解消法や刺す時のコツがあれば教えてください、ということで、フレンチノットの、刺し方って、過去にもいろいろやってるんですけど、なんか動物の目とか刺す時にサテンステッチの上から目をチョンって入れるとサテンステッチ割れちゃうんですよね。その時にどうやって修正するかっていう方法があるので、ちょっともうフレンチノット全般一から説明しようと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、ではフレンチノットステッチの説明をします。フレンチノットステッチっていうのは、この玉留めみたいな感じのこの丸いところを言うんですけど、玉留めではないんですね。よく見るとこういうビーズみたいな感じでこう丸い穴が開いていて、これが可愛い感じになるの で、これ6本取りです。でこういうお花のこういうところにやったりとか、こういうお花のシーンにしたりとか、丸い表現っていっぱいあるので、この目とかもそうですけど、でこっちが6本撮りですね。わざとモコモコさせてます。で本数を変えて2本撮りでやるとこれぐらいのちっちゃい点々になるんですけど、まずはどうやってやるかっていうのをちょっと説明します。まず出します。やりたいところから全部糸を出します。で枠を机に置いて、で両手使えるようにしてください。で少し上を持ちます。で空中で針に2回巻きます。基本的には2回です。で今ちょっと分かりやすいように持ってますけど、机の上で刺してもらってもいいです。同じ穴に刺してください。でここぐちゃぐちゃなので引き絞ってできてる状態を作ってから下に落とすとこれ出来上がりですね。ちょっとちっちゃくて分かりにくいですね。もう一回やります。出して枠を机に置いて両手使えるようにして、少し上を持って2回巻いて同じ穴に刺します。でギュッと引き絞ってから下に落とすとこれで出来上がりです。という感じで、やっていくんですけど、巻き数ですね、何回も何回も巻いたら大きくなると思うんですが、巻くと上にタワーになってこうぐる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 って上にあるだけなので、巻く回数っていうのは1回から3回までしかやりません。それ以上やりたい場合は、今3本撮りなんですけど本数をもっと増やして、例えば6本撮りとかにしてこういう大きい粒にしたりとか、ちっちゃい粒にしたい時は本数を減らしてちっちゃくするみたいな感じでやっていきます。だから鳥の目とかこういうところに刺す時に、あんまり大きいと目が大きすぎて可愛くない時もあるから、そういう時は本数を1本撮りとか2本撮りとかに減らして刺していくんですね。で今回質問があった、そのサテンステッチの上に目を刺すとこのサテンステッチが割れて下の布が見えちゃいますみたいな話だったんですけど、その解消法ですね、どうやってやるかっていうと、もう単純な話、最初にたくさん刺しておくんです。もうこの辺目が絶対入るぞみたいなのはもう分かっているので、そこはちょっといつもより多めにたくさん刺しておいて、で最後仕上げにフレンチノットを上から入れると隙間が開きにくいです。でも開くときは絶対開くので、そういう時は隙間が空いた部分だけちょっと足してください。今なんか分かりやすいように違う色でやりますけど、このここに今サテンステッチが渡ってて、隙間がもし空いた場合はサテンをここ埋めてください。この分
でもしこっちも空いてたらこっちも足してください。なんかすごい変な絵になってしまいましたけど、まあ、こういう感じでこの空いてる部分をどん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 後から足していくとちゃんと割れずに目が綺麗に乗ると思いますので、後からちょっと足すっていう一手間をつけるといいと思います。以上です。いかがでしたか？質問はまだまだ受け付けてますので、メールアドレスの方にお願いします。それではさようなら。